皆さんごきげんよう。カンプ摩擦のお時間です。滝沢秀明氏が率いるトベが13日に公式 X で新グループ、ディーパルスの全メンバーの素顔を公開し、大きな話題を呼んでいます。トレーニー研修生からなる6人は、広いハットで顔を隠したミステリアスなビジュアルが公開され、トベ、ファン以外からも注目を集めていました。 メンバーとして発表されたのは、高野さん、15歳、星家戸さん、14歳、高田さん、15歳、中沢れさん、14歳、近藤大海さん、17歳、横田大賀さん、14歳の6人です。d パルスは今月開催される東京有明アリーナで、三宅さん、北山さん、IM の独演会にも出演することが発表されており、 そのパフォーマンスにも期待が高まっています。トベのトレーニーから誕生したグループは、ウィンクファーストに続く2組目となり、SNS では、全員ビジュアル天才すぎ、中高生グループ、今後に期待、これからの活躍が楽しみだね、といった歓迎の声が数多く寄せられています。メンバーの一人である高野さんは、その非常に魅力的な顔立ちから、3月に開催された、 トベ、ファーストスーパーヒーローズライブを見たファンからすでに多くの支持を集めていました。彼はグループのセンターになるのではないかという予想もされており、注目の研修生です。高野さんは西東京市の学学者ロボットプログラミング教室に通っていたとされており、2020年9月には学学者の YouTube チャンネルに高野氏 という名前で制作したロボットの動画が掲載されています。ブロックを使ってエコバッグに商品を自動で入れるロボットを作ったとのことで、頭脳明晰な一面も持ち合わせています。また、2020年には、小中学生のための国際ロボット協議会に個人で作品を応募し、教育委員会から読書感想文で表彰された経歴もあり、分離を問わずその頭脳を発揮しています。 2024年4月10日に放送された7ュージックにナンバーアンダーラインアイが出演した際には映像でテロップと共に登場しています。星ケイトさんは元ジャニーズジュニアとして活動していたことでその名前は多くの人に知られています。彼は21年組と呼ばれるフレッシュジュニアで人気を博していました。星ケイトさんは幼少期からモデル事務所に所属し、 芸能活動をしていました。フジテレビ系バラエティ番組いただきハイジャンプにも出演していたそうです。現在は事務所を退所し、トベのトレーニーを経てディーパルスへの加入が発表されました。趣味はゲームで、特技はバスケットボールとダンス。憧れの先輩として平成ジャンプの山田さんを挙げています。 近藤大海さんも同じく元ジャニーズ JR 出身ではないかという噂がありましたが、旧ジャニーズ事務所に所属していた経歴はありません。それにもかかわらず、トレーニングカットの髪型からすでに多くの女性ファンがついているようです。彼は、ト部ファーストスーパーヒーローズライブでウィンク FYRST と共にパフォーマンスを行い、 スクリーンに映し出されたその姿はすでにアイドル前としており、安定したパフォーマンスとギャップに満ちた笑顔で、ジャニーズ JR で活躍していたと言われても納得できるほどの存在感を見せていました。横田大河さん、高田さん、中沢れさんについてはまだ詳細な情報は見受けられませんが、それぞれのメンバーにもすでにファンがついているようで、 各メンバーの名前を挙げて SNS などで応援のメッセージを送るユーザーがちらほら見受けられました。さらに、戸部は三宅健さん、北山博光さん、IM、ナンバーアンダーライン I が6月に東京有明アリーナで開催した単独ライブのアーカイブ映像を8月16日午後7時よりプライムビデオで190以上の国と地域に向けて世界配信することを発表し、 大きな話題となっています。プライムビデオでアーカイブ配信されるのは、それぞれ有明アリーナで行われた以下の4講演です。三宅健さんの2024ライブパフォーマンスジアザーサイドアザー、6月22日開催分、北山博光さんのラン6月15日開催分、ナンバーアンダーラインアイのナンバリング、6月19日開催分、そして IM の デパーチャ6月14日開催分です。これらの作品は Amazon プライム特典対象作品にもなっており、三宅さん、北山さん、そして IM の講演には今回発表された d ィ u l s の出演もすでに発表されており、期待の声が多く寄せられています。今回のアーカイブ配信決定は、 今月10日に東京豊洲で行われたドローンショーでいち早く発表されました。東京の夜空を舞台に色鮮やかなライトをまとったドローンのパフォーマンスによってプライムビデオで世界配信されることが明かされファンの期待が高まりました。3月17日に東京ドームで行われたトベ所属アーティストによるコンサートトベファーストスーパーヒーローズライブに続き 今回も世界配信を担当することになったプライムビデオジャパンの小玉隆氏は3月にプライムビデオで飛べファーストスーパーヒーローズライブを世界独占ライブ配信させていただきました。ステージにかけるアーティストの皆さんの情熱と素晴らしい演出の数々、そしてそれに対する会場のファンの皆様の熱狂に大変感動しました。 きっとスクリーンの前でも同じような熱狂が感じられることと思いますとコメントし、その喜びを表現しています。会場でコンサートを楽しんだ皆様も、スクリーンで楽しんだ世界中のファンの皆様も、引き続きプライムビデオで、飛べのアーティストの皆様のハイクオリティなパフォーマンスや会場の熱気をお楽しみいただければと思います。ぜひご期待ください。 と特別配信を楽しみにしてもらうよう呼びかけました。大先輩である4グループと共に歩む d p u l s は、どのようなジャンルで、どのような曲で、どのようなダンスで私たちを楽しませてくれるのでしょうか。今後、音楽番組やバラエティ番組への出演も期待できるでしょう。これからの飛べの活躍、そして d p u l s の成長が楽しみです。 以上が新グループ D パルスの紹介でした。いかがでしたか彼らの今後の活躍が本当に楽しみですね。若いメンバーたちがどのような成長を遂げ、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待が膨らむばかりです。また、三宅健さん、北山博光さん、IM、ナンバーアンダーライン I の単独ライブのアーカイブ配信も見逃せません。 プライムビデオで世界中のファンと共に素晴らしいステージを再び楽しむことができるなんて本当に嬉しいニュースですね。今後もトベットそのアーティストたちの最新情報をお届けしていきますのでぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてコメント欄で皆さんの感想や応援メッセージもお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 ご視聴ありがとうございました。バイバイ。